はい、テイルズレディの実況プレイパート73、ダイクロフト攻略の続きということで、ここから第2層の攻略に入っていきます。ちょっと手前でこれ狙ってくれ。約束の目の前に先があるのに通れないっていう。シャドウスタン。ああいうね、いやらしい敵とも戦わなきゃならないわけだ。出たよ、また火属性が入りにくい敵。どういう仕掛けだったっけな。もう火が通らない。できれば一番やりたくないけどね。やりに来え。あ、ここ後だった。
スタの対戦競技は渋るよ使うの。オッケー、よし、この調子でいくぞ。そうこうしている間にレベルが上がってくれたら万歳だな。またこいつか。よし、この調子でいくぞ。待てよ、宝箱あるな。で、このレバーを操作して左に。すげえ気を抜けられなかった形だ。
小突くな後ろから。当たんねー。 OK。 道のりは険しいよな。続々レベル60に突破して突入して新しい技を覚えている。戦闘のキャラクター変えていったら別のキャラクターが高いのかな。OK。 経験値なんないんだよねこれ。鏡が多い。戦っても何のメリットもねえんだもんなこいつら。せっかくだからこっち行くか。ベロナミン、いらんやん。何やろ、当たらねえ。ダサ。やったぜ。はい、俺聞いたことがあるんだけどいいかな。多分あの台座は2つ同時に踏むんじゃないかな。
ここは二人に分かれてやってみよう。それで、ストームとストロチーム、ベストロがそれぞれ HMB チームのチームリーダーとなります。その他のキャラクターは HMB チームで割り振ってください。となってくると、ルーティーとジョニーは分けた方がいいと思うんですよ。一応回復系の特技があるっていうことでね。はい。それで、ウッドローを操作するか、ウッドローリーダーの時は、まあ、誰操作すんのってことになるので、リリスを、リリスはこっち固定なのね。そうですか。じゃあ、マリー、そっちに行ってもらって、マリー操作した方が戦いやすそうではある。どうしようかな。なんとなくチェルシーとコングマンはなんかむしろこっち側のね、イメージがあるというか。スタン・ルーティーは絶対だよな。ルーティーと、たまにウッドローを操作してみるか。いや、コングマンとか連れてこうか。ですよね。いやー、めんどくせえことになったな。まあこれで十分取れてる気もするけど、いや、こうしよう。多分この方がバランス取れてる。よし。操作キャラクターはマリーでいこうかな。いやー、マリー使うことねえからなかったからな。シシナバン6しかない。これで CC11。
全然連携できんやん。廊下で騒ぐな！7から8でしょ、そんなに連携できないね。まあ、とりあえずロマンホールで組んでこい。絵が欲しい。操作しづら。こんなだったっけ。死が少ねえ。すべてを癒す導きをしなさん。悠久の海に集え、ライフディスチャージ。死を打たせる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 。出が押せえ。技の出が押せえよ、マリーさん。こんなに連携大変だったかな。早くもなんかこっち側に入れたことを後悔してるんだけど。じゃあウトロ使おう。なんならチルシも結構使いやすかったりするんだけどね。はい、まずいや。とりあえずまあちょっと、セーブはできない状況ではあるんですけれども、一旦この辺で一区切りにしておきたいと思います。チーム分断されてしまいましたね。まあ戦力もイーブンといった感じで、多少の不安はあるんですけれども、まあ、なんとかね、先に進みまして、この第2層を突破していきたいと思います。では、テイルズ・オブ・デスニー実況プレイパート73、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。